先行にビートを選択肢やりますからね、お願いします。それでは先行のポップドリンクスにビート選択権がございます。それでは皆さん耳を澄ませてください。 DJ クレハベスト4、1本目のビートチェックしていこうと思います。1本目のビートはこちら。1本目はこちらになります。それでは2本目どんなビート流れるか聞いていきましょう。ベスト4、2本目はこちら。それでは先行のポップドリンクスにビートを決定していただこうと思います。どちらがよろしいですか。え、俺どっちも好き。どっちもどっちもいいよ。え、どっちが好き。どっちも好き。いや、そうなんだよ。ちょ、一本目がいいって人。二本目がいいって人。それでは2本目でいきたいと思います。それでは皆さん決勝進出1組目決めていこうと思います。いきましょう。先攻ポップトニックス高校王星のフォーツ発祥説情報 DJ プレイはブリンザビーン。はい、ジョー君調子どうだ。いや、そうですが足は治ったが最後もまだまだ遊べそう。でも人生最後に姿がないぞ。違いがないな、あるで遊んでるか遊んでないかの違い、遊び方それぞれだけど、ここのまだ二人は動いとは DJ の音はその日にしか聞けねえ。耳を傾けるべきだぜ。日本勝つべき2000年初頭のパンチラインが間違いない。骨折してもバスケッよ。そうだな、いまだノイズキャンセルじゃ消せない。ファイナルのノイズがたまんねえんだよ。そういうのが後になるんだ。俺たちの行き先にタフのフォーケース。サビはステップへスマイリーくん、ソルジャーくんはちゃんとライブで首振ってたぜ。あ、でもこいつの方がどうな。喫煙所ためのマジっすか。だとしたらごめんな、どっかで聞いてたんだな。それは本当に俺が不思議なんだ。ただ一個だけ言い訳させてくれ。最前にいたから横しか見えてねえんだ。いや、フリーの意味にとらわれてんだ。俺が仲間と飲みたい時は飲むんだよ。肩にハマってじゃねえ。 NWA からやり直せ。いや、最前列のやつが楽しんでるから保証はね、奥の他人をぶち上げる。いや、奥のクラブのやつの目は止めてレッドキャン好奇心だ言うのせ。お酒飲んでるって言ったらだけど、お前の片手にお酒がないのはなんで、なんで気になるね。お前の枠かっけえからそこから直せ。再生楽しんでる、ご飯も楽しんでる、それぞれに正義がある。逆に俺らの正義が一緒ならそれほど思わないこともないな。正義の裏イコール悪って決めつけたらイコールじゃねえ。始まらねえぜストーリー。 エースなんて無視でいこうぜ。エントロールに名前なんて乗らなくても OK。 お前なんかガキみてえに見てる見てねえとかそういうしょうもない言葉言いたくねえから。行動で見せてやろう。俺たちが勝った後に俺が思ってやるから。敵なのもってイエー、テキーラ飲もうぜ。ありません。だけどもそれ有言実行じゃねえ。俺は言う前に行動に出してる。そこの違いだぜ。疑われたら空気も薄くなる。テキーラでこの喉がどんどん熱くなる。この場が凍ることはねえ。アイスバーンのライブも控えてるからね。テキーラショットは飛ぶ方法じゃねえ。パーティーの色付けでも勝負せ。やりたいやつがやればいい。とってやつと飲む。あり方を変わすよ。宣言はしねえ。俺たちラッパーは行動で見せなきゃ始まらねえ。だから街を背負ってるアイスバンド通り、リアリティありきのロイヤリティ。それではジャッジいきましょう。先攻ポップトリックス高校オープンフォーク勝者は7-4-2。いいよ、待ってくださいのは、すいません、クエナキーと申します。スマイリー君めっちゃかっこよかったでしょ。美少って名前でやってるんですけど、美少君も出てくれるんですけど、11月の22日金曜日、6時オープンでイベントここで開かせてもらうんですけど、アールランク様のご好意で、オープンから30分間ショットガン飲み放題なんで、成人してる方はたくさん飲みましょう。いやいや、遊びに来てください。昨日も仲間と最高のパーティーをやって、今日もどうやら最高のパーティーのようで。分かったぞ。1個だけ弱音吐きたいんだけど、足と首と
食堂がしんどいよ、でもまだまだ遊ぼう、楽しんでいこうぜ。トップドリンクス大きな拍手。